東京五輪反対デモ参加者。NHK インタビューで、金もらって動員されてた、と暴露、がネットで話題。内容はこちら。東京五輪反対デモ参加者が、NHK に真実を暴露してしまったようです。では、内容を見てみましょう。村西徹。NHK のドキュメンタリー番組が、東京五輪の記録映画の裏側を描く。男が公園でインタビューを受け、日雇いのアルバイトで反対デモに参加すると告白していた。国の威信をかけた東京五輪を、裏で金をばらまき、反対要員を動員していた反日勢力の不純さ。60% の国民が開催してよかったの意見なのに。達郎。東京オリンピック反対デモに参加したおじさん。お金をもらって動員されたことをゲロる。予定表をもらっていくだけだったとさ。そのお金はどこから出たのでしょうね。不思議です。わかってはいたけれど、腹立たしいですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。知ってる。知ってた。やっぱりね、わら。そらそうよ。こういうのも工作員なんだろうな。やはりみんな知ってたようですね。次はこちら。どうしたの NHK クク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 。もしかすると、ガス抜きの可能性も。次はこちら。資金源はどこだ？問題は、その金はどこから出てるのか。誰が出したのか。誰が指示をして、黒幕は誰かだな。一時が万事で、反政府運動に金払う奴がいるってことだ。誰が黒幕なのははっきりさせるべきです。最後はこちら。そらこの手の妨害工作を裏で仕切ってるのなんて、大概蓋を開ければあいつらだろ。たどるとこまでたどれば奴らでしょ。さすがにやばくない？おぱよが開き直っててわろたわら。おぱよがなぜ NHK に真実を暴露したのか。もしかして、お金で情報を。さすがに違うとは、思いますが。結論。今回の東京五輪反対デモ参加者のお金をもらって動員発言は相当な衝撃ですよね。何せ反政府デモに関してはアルバイトではという情報は以前からすでに多く出回っていました。それが今回のデモ参加者の暴露で真実だと明るみになった。これは由々しき問題ですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。